ついに広島入り。長い道のりだったな。ま、しかしここまで来ればあとは打つのみ。しかもたった200円勝てばいいんだ。よし、やるぞ。奥尾マリンちゃん、プラ5万まであと200円。遊んでる余裕はないんだけど、アクアマリンを目の前にして無視できるほど大人じゃないんだよね。けど問題はバラエティコーナーで1台だけしかなく、その1台に普通の若者じゃん。別に怖いタイプじゃなさそうだ。ここは一つ勇気を出して。その台いいかな。ん？ね、ああ。へえ、やったぞ。前任者はなしか。人気ないみたいですね。面白いのに。え、たった2ゲームで。どうやら最初から広角に入ってたみたいですね。ミッションは5ゲーム以内にリプレイを揃えよう。これが5ゲーム内で2回もリプレイが揃って2回以上の1ゲーム連確定。じゃあて、アクアマリンなんて打ったことないけんの。さすがにちょっと怖かったので、若者たちとは目線を合わせぬよう全力で打ちました。2時間ちょい打って、ビッグボーナスは2回、マリンボーナス11回。マリンボーナスはコインが100枚弱しか増えないことが多いので、できればビッグボーナスに偏ってほしかったのですが、ま、それは贅沢というものでしょう。921枚のコイン獲得、換金は18,400円。本日の収支は17,400円。というわけで広島県収支プラ5万、あっけなくクリアです。ま、とはいえ切符はあと1日分ありますし、せっかくここまで来ているので翌日は広島市に向かうことに。やっぱりこっちは松田車が多い気がするな。ちょっぴり懐かしいな。実は僕、以前にも広島市には電車で来たことがあるのです。それも青春18切符で。まだ学生の頃ですかね。宅急便でバイトして、その金で買った一眼レフカメラ持って京都から九州に向かう途中に立ち寄ったのです。電車の写真なんか撮りながら。でもまさかこんな形で財布をするなんてな。いやー、人生わからんもんですね。とりあえず広島駅前の数軒を偵察。イベント開催中の店が見つからず、旅打ちの僕には辛い展開です。一軒だけイベント開催中の良さげな店を発見。前日不調の金パルを狙ってみたが、6000円で何も当たらずやめ。市電に乗って中心街へ。もしも車でだったら絶対に近寄らない地域でしょうね。パチンコ屋さんもたくさんありますが、ホール数は数あれど、どうも自分が理想としている店は見つからず、番長のゾーン狙いを試みるも、空き台はきっちり回されていました。これは腰を据えて打たないと厳しそうだぞ。でもそれにしてもな、ちょっとイメージしてた感じとは違うな。まあ僕が過去に打っている広島は郊外店ばかりなので、多少市街地とは違うと思っていましたけど、もし車だったらすぐに別の町に移動するとこだけど、今回はそうもいかないしな。午後には岐阜に帰ることを考えると、これ以上動いているわけにはいきません。まあ打たないのも手ですが、広島まで来て稼働が昨日の2時間とちょっとじゃね。というわけで一応チャレンジ。まずは 5.5 枚の BMAX、 何も当たらずマイナス7000円。続いて500ゲームほどハマっていた新台ネオプラ39。ゲーム数から大怪我はないと判断するも、これが怪我しちゃいました。999ゲームの天井行きでマイナス16000円。
店を変え、オスバンゾーン狙いがヒット。しかしレギュラー3発で終了、マイナス6000円。金パルエースマイナス1000円、大花火マイナス3000円、ジャグラー TM 1000円打ったところで、ダメだ、もう時間が。本日の収支マイナス4万円、広島県収支はプラス27,200円に。はあ、あと200円が27,800円か。そほほ、毎回毎回何してんだかな。まあでも今回は旅自体は久しぶりに電車に乗れて新鮮で楽しかったな。風景を楽しめるし飲食もできる、長時間移動も安全で早い。まあ今回は試験的な意味もあり、少々きつい長距離移動で多少疲れましたが、費用的にも今回は青春18切符というお得な切符を利用したため、車よりも安く済んだと思います。また18切符以外にもお得な切符はあります。それらと組み合わせることでさらにお得に広範囲を回ることもできますしね。ただ車に比べると行動範囲が限られる分、郊外店のホールに行きづらいのが難点でしょうかね。やはり僕の経験上、駅前や繁華街より郊外の方が有料店が多いように思います。一概に駅前や繁華街が良くないわけではありませんが、もしダメだった場合はタクシーやレンタカーの利用も視野に入れて立ち回るのがベストじゃないでしょうか。というわけで今回の鉄道一人旅はこれで終了。次に18切符が発売されるのは冬休み、もしかしたらまたチャレンジするかも。その時はもう少し時間的に余裕のあるルートで回りたいですね。23時50分、無事岐阜県に到着。そこからは久しぶりに車で自宅に帰りました。Oh.